福井大仏、福井大仏、福井大仏は、福井県福井市下月にある近藤製の、聖冠の恩母殺座像である。本坊は、西山三つ寺。福井大仏は、元子の場所から、南約80メートルにあたる天台層三つ寺の境内にあった。石大仏の名で呼ばれた石造りの大仏であったが、昭和20年7月の福井空襲の戦火及び、 昭和23年6月の福井地震によって壊滅してしまった。故に昭和33年、三つ寺とともにここに移転し再建した石大仏の由緒は古い。最初の石大仏は三つ寺とともに福井市の近郊朝倉家の九条か一条谷にあって、 1 0 0年前の愚法大使の自作と言い伝えられる、キャラキの聖冠の像をその体内に収めていた。住民は厚く信仰し、また領主朝倉家流星の頃は、その記憶も深かった。だが、400年前朝倉家滅亡の際に陛下により、消失したが、体内の聖冠の像は過労じてことなきを得た。慶長11年、三つテル寺移転に伴い石大仏が再建されたので、ある。 しかしこれも安政元年の大火で、それの再建になったものも明治35年の大火で焼け落ちた。各類時の再火を得たが、幸いに体内の生肝の像は、その都度難を免れたので、これを安置し、長く、書類冥福と、佳境安泰を記念すべく、この地に再建したのが、現在の福井大仏及び仏殿、栗である。ありがとうございます。